7番手からじわり進出は北日本ライン1番の坂本拓也、中段西日本ラインを抑えて、さらには前段関東ラインをも抑えました。前に出たのは北日本の3人、1番の坂本拓也です。残り2周回を、そして中段1から9番小岩哲也、再びの上昇で9番の小岩がバックストレッチで主導権を握ります。西の3人で残り1周半を切りました。追い上げてくるのは8番の磯川と7番の宗影、3番の宇賀神も続いて、関東の3人中段確保となりました。再び後手を踏んだ北日本ラインは7番手1番の坂本拓也以下、残り1周切りました。ラストスパートに入る9番の小岩哲也先頭、4番手にコーナーからまくるのは8番磯川と7番の宗影、3番の宇賀神は離れて追い込んでくる1番の坂本拓也、まくり合戦か、捉えていった8番の磯川、7番の宗影が阻まれて3番手外並走、これらを追って1番の坂本拓也が直線大外から追い込んでくる。2着争い、独走8番磯川勝弘ゴールイン、2着は9番小岩哲也粘りました。